皆さんこんにちは。漢字の読みテストです。始めましょう。このスーパーの魚は新鮮です。このスーパーの魚は新鮮です。この機械は正常に動いています。この機械は正常に動いています。カフェでスマホを充電します。カフェでスマホを充電します。現金は今1000円だけしかありません。現金は今1000円だけしかありません。チーズの原料は牛乳です。チーズの原料は牛乳です。出かける準備はできましたか？出かける準備はできましたか？私は今の生活に満足しています。私は今の生活に満足しています。来月の旅行は中止と決定しました。来月の旅行は中止と決定しました。最新のファッションを知りたいです。最新のファッションを知りたいです。何か困ったことがあったら言ってくださいね。何か困ったことがあったら言ってくださいね。私のアパートは家賃が高いです。私のアパートは家賃が高いです。
父は貿易会社を経営しています。父は貿易会社を経営しています。温泉旅館に泊まってみたいです。温泉旅館に泊まってみたいです。運転免許証は持っていますか？運転免許証は持っていますか？明日の集合時間は朝8時です。明日の集合時間は朝8時です。あなたの長所と短所を教えてください。あなたの長所と短所を教えてください。病院で血液検査を受けました。病院で血液検査を受けました。マーカーの部分を確認してください。マーカーの部分を確認してください。先生と話すときは敬語を使いましょう。先生と話すときは敬語を使いましょう。このアニメは日本語の勉強に役立つ。このアニメは日本語の勉強に役立つ。もう少し早く歩きましょう。もう少し早く歩きましょう。おばはたくさんの資格を持っています。おばはたくさんの資格を持っています。明日の会議の件で問い合わせがありました。明日の会議の件で問い合わせがありました。
就職サイトに登録しました。就職サイトに登録しました。今日の新聞に面白い記事が載っていました。今日の新聞に面白い記事が載っていました。この欄に名前を記入してください。この欄に名前を記入してください。今朝、駅で財布を落としました。今朝、駅で財布を落としました。フィンランドのお土産をもらいました。フィンランドのお土産をもらいました。彼はドイツ人ですが、お箸を器用に使います。彼はドイツ人ですが、お箸を器用に使います。息子はコミュニケーション能力が高いです。息子はコミュニケーション能力が高いです。泣かないで、笑顔を見せてください。泣かないで、笑顔を見せてください。1月8日は祝日です。1月8日は祝日です。このラーメン屋ではカードは使用できません。このラーメン屋ではカードは使用できません。なるべく深夜の外出はやめてください。なるべく深夜の外出はやめてください。彼女は特徴のある声をしています。彼女は特徴のある声をしています。
月曜日は都合が悪いので火曜日にしてください。月曜日は都合が悪いので火曜日にしてください。会場には大勢の観客がいます。会場には大勢の観客がいます。あの女性はとても姿勢がいいですね。あの女性はとても姿勢がいいですね。七子さんは明るい性格です。七子さんは明るい性格です。弟は来年高校を卒業します。弟は来年高校を卒業します。私の出身は東京です。私の出身は東京です。駅でいとこに偶然会いました。駅でいとこに偶然会いました。いつか高級ホテルに宿泊したいです。いつか高級ホテルに宿泊したいです。この漫画はストーリーが複雑です。この漫画はストーリーが複雑です。娘は将来医者になりたいそうです。娘は将来医者になりたいそうです。パソコンの電源を切ってください。パソコンの電源を切ってください。あの子どもたちは表情が豊かですね。あの子どもたちは表情が豊かですね。
プレゼントはきれいに包装されていました。プレゼントはきれいに包装されていました。会議のスケジュールを調整しました。会議のスケジュールを調整しました。明日の朝は気温が低くなるそうです。明日の朝は気温が低くなるそうです。姉は輸入車の販売をしています。姉は輸入車の販売をしています。勤務時間は9時から5時です。勤務時間は9時から5時です。会社が遠いので通勤に時間がかかります。会社が遠いので通勤に時間がかかります。早速会議を始めましょう。早速会議を始めましょう。仕事を無断で休むことはやめてください。仕事を無断で休むことはやめてください。明るい未来について考えましょう。明るい未来について考えましょう。来年から税金が上がるそうです。来年から税金が上がるそうです。森さんは英語の通訳の仕事をしています。森さんは英語の通訳の仕事をしています。明日、上野駅の改札の前で待っています。明日、上野駅の改札の前で待っています。
今日は外出していて帰宅が遅いです。今日は外出していて帰宅が遅いです。帰国してから時差でずっと眠いです。帰国してから時差でずっと眠いです。次の交差点を左に曲がってください。次の交差点を左に曲がってください。バイトの後、制服のまま帰宅しました。バイトの後、制服のまま帰宅しました。大学では世界の経済を勉強しています。大学では世界の経済を勉強しています。怒らないで、冷静になって話し合いましょう。怒らないで、冷静になって話し合いましょう。今夜はピアノの演奏を聞きに行きます。今夜はピアノの演奏を聞きに行きます。私は夜の9時以降は電話に出ません。私は夜の9時以降は電話に出ません。人口の変化をグラフで表してください。人口の変化をグラフで表してください。飛行機は13時に到着する予定です。飛行機は13時に到着する予定です。明日から数日間、大阪で過ごします。明日から数日間、大阪で過ごします。大学の寮の部屋は空いてますか？
大学の寮の部屋は空いてますか？この会社の給料日は月末です。この会社の給料日は月末です。友達を誘って美術館へ行きます。友達を誘って美術館へ行きます。面白くて感動する映画を教えてください。面白くて感動する映画を教えてください。書類の内容を確かめてください。書類の内容を確かめてください。あの俳優は感情を人に見せません。あの俳優は感情を人に見せません。妹は4月から社会人になります。妹は4月から社会人になります。アジアの芸術に興味があります。アジアの芸術に興味があります。年末年始はのんびり過ごしたいです。年末年始はのんびり過ごしたいです。子どもの頃、心臓の手術をしました。子どもの頃、心臓の手術をしました。ジュースを追加で注文します。ジュースを追加で注文します。今のアルバイトは時給がいいです。今のアルバイトは時給がいいです。
銀行の口座を作るには印鑑が必要です。銀行の口座を作るには印鑑が必要です。健康のために栄養のあるものを食べてください。健康のために栄養のあるものを食べてください。この交差点は右折できません。この交差点は右折できません。日本には火山がたくさんあります。日本には火山がたくさんあります。明るい未来を想像してください。明るい未来を想像してください。畳の部屋に布団を敷いています。畳の部屋に布団を敷いています。佐藤さんに柔道の指導をお願いしました。佐藤さんに柔道の指導をお願いしました。あなたの愛を証明してください。あなたの愛を証明してください。来週から長期の出張で家を留守にします。来週から長期の出張で家を留守にします。この薬は風邪によく効きます。この薬は風邪によく効きます。このドラマの続きが楽しみです。このドラマの続きが楽しみです。体調はどんどん回復してきました。体調はどんどん回復してきました。
このサークルではたくさんの人と交流できます。このサークルではたくさんの人と交流できます。この肯定文を疑問文にしてください。この肯定文を疑問文にしてください。買った家具を配達してもらいました。買った家具を配達してもらいました。このバスは長い距離を走ります。このバスは長い距離を走ります。地球は太陽の周りを回っています。地球は太陽の周りを回っています。日本の文明について興味があります。日本の文明について興味があります。